どうも、水防科科の新井です。本日もよろしくお願いします。本日は少々リアルな恋ですが、鯉のぼりの恋を描いてみたいと思います。背中から描いていきます。背中の中心を三木砲を用いてこのように描きます。そして背びれ、背中の中心にある背びれを下から吐き上げるような感じで描きます。その後に 顔を描いていきます線描きで目を描き目を囲うようにして納木でこのように描きますその後にエラを描きます次に頭を描くんですけどもここは結構重要ですスローモーションで再生しますとこのように描いていますどこが重要かと言いますと最初に 描いた背中の線の約一センチぐらい上に描いているということですね乾いた絵を見てみますと最初に描いた背中の線の跡がうっすらと残っているのがわかるでしょうか頭を描くときに 1cm 1ずらして描くことで見ることのできない体の向こう側の形を想像させることができるので恋の体の丸みを表現することができますリアルよりではありますけども一応鯉のぼりなので口はパカッと開けた状態で描きますエラの横にあるひねは胸びれそして腹びれ尻びれ という順で描いていきます。尾っぽにあるのは尾びれと言います。尾びれは上と下に分けて描きます。顔の立体感を表現するために、え所、ー、々に薄墨を塗っていきます。目の周りにもね。薄墨をさすと良いでしょう。黒目が小さ。かった たので、えー、少し大きくしましたその後に切れの線ですねこれを描いていきます線描きする時に大きな筆で線を描くのが難しい方は細い筆に持ち替えて線を描いてもいいと思いますこれで全体像は出来上がりましたので、えー、続いて鱗を描いていきます 鱗にはある程度描き方があるんですけどもその描き方に慣れるのに少々時間がかかるので今回は初めての方でもそれなりに描けるような描き方で描きました、まあ、それが今やってるやり方なんですけどもこうね列でうろを描いていく描き方ですね この描き方だと少し乱雑な感じに見えるかもしれませんが一番やりやすいんじゃないかなとは思います。そして今動画で流れているように点の模様を入れていくとより鱗っぽく見えてきますのでねこれがあるとないとでは結構違うと思いますのでこれは忘れずに入れてみてください。 中側まで鱗はあるんですけどもそこまでしっかりと鱗を描くとちょっと気持ち悪く見える場合もあるのでぼかす意味合いでちょっと省略して描きます一応こりのぼりなので最後に紐をつけて完成になりますいかがだったでしょうか本日も最後までご視聴いただきありがとうございました この動画に関するご質問等ありましたらお気軽にコメント欄よりコメントをくださいまた水膨化に関するお悩みなどありましたらお気軽にコメントくださいではまた次回よろしくお願いします